そう、こちらはペンとマーカーの機能をペン先にひとまとめにしたありそうでなかったアイデア商品。こうペンの先がこういう状態になってるんですよね、はい、こういう状態になってる。ここがポイントなんですよ、はい、細書きの方のペンで書いた時にマーカーの方がくっついたりしにくいんですよ。書きづらいかなと思ったんですけど普通に綺麗に書きやすく問題ないですね。この角度のおかげで2種類のペンが同時にくっつかずに使えるんです。ペンを毎回持ち帰る必要がない。これなら仕事効率的にできそうですね。こちら一見シンプルな見た目の筆箱ライブポッド、中に強力なマグネットと滑り止めがついているのが特徴だそうですが、そう、もともとは譜面台の支柱を挟んで使うミュージシャンのための筆箱。そして普段使いの筆箱としてもスマートフォンさえ入っちゃうほど収納力はバッチリなので、蓋を開けて自立型の筆入れにしたり、ショルダーバッグのベルトに挟むなど、さまざまな用途で使える筆箱なんです。そしてこんな使い方も。草薙さん、ちょっとこれを、はい、黒板にペトッと貼ってみていただいてもいいですか。わかりました。黒板もくっつくはずですよね。うん、くっついた。スマートフォンを入れてみていただきたいんです、はい、なるほど。あ、自撮りがこれできるわけですね、はい、そうなんです。マグネットで黒板やスチール板などに貼り付けてスマホを設置すれば、例えばダンス動画も簡単に自撮りできちゃう。いろいろな工夫が凝らされているので、もう普段使いとしてもしっかりと使えますね、うんうんうん、新生活で使いたい筆記具、最後はこちらの消しゴムです。はい、あることがすごく楽になる消しゴムなんですよ。はい、楽になる、はい、真っ黒い見た目の消しゴム、あることが楽になるということですが、実際にお手元のノートの文字を消してみてください。はい、まあ、黒い消しカスがどんどん出てきますね、はい、はい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 。それではその下の部分についている透明のキャップを外してみてください。反対側ですね、はい、はい、でその底の面を消しカスに近づけてみていただけますか。ここを消しカスに近づける、はい。おお、あ、え、なんで、おお、消しカスが集まってきました。こちらその名もマジ消しという消しゴム、中に鉄の粉が含まれているんです。そして後ろに強力なネオジム磁石がついているので消しカスがくっつき集まるんです。さらにキャップを戻すと、あ、はめた瞬間集まった消しカスが落ちていきました。こうすれば、そうか、この蓋のところに消しカスが溜まっていくわけですね。そう、キャップをつけるとケースの底の磁力がオフになり消しカスを回収できちゃうんです。これならカフェなんかでリモートワークをしていても消しカスが簡単に集められるので、机の周りきれいに保つことができますね。